ンショーです。サラです。サラです。4人でソープチャットで人狼ゲームしてみたいのもらいちゃうかな。もっとおはじきみたいなもん遊ぼうと思います。みやこさん聞いてます。じゃあみんなで人狼ゲームってあってな、ルールはな、まあ書いとるから、騎士となんか騎士となんか人狼がおって、誰が人狼か見極めるってやつや。わかったか。はい。手あげて。はーい。元気なばあちゃんがいんな。ちゃんやの、お母さん何？おい、事情。パパにいないよ。え？人狼わかんない。狼怖い。ばあちゃん、狼怖いね。誰か。いった！いったー！おばあちゃん、いじめられた。おばあちゃん、喜ばない。問題が問題あったらすぐそれするよ。待って、おい、食うなって。俺まずこれなぁ、はよやろうや。人狼ゲームスタート。お母さんが人狼、あれ髪かわいい、ブラグーラ、それじゃない。人狼ゲームこれ牢獄に集められた連続殺人犯、人狼の容疑者と事件解決の鍵となる人狼力者です。命を懸けたゲームの幕が切って落とされました。ずっと喋るやん、お前。ばあちゃんはっかゆいね。これでした。画面ロックです。ばあちゃんこれでした。ばあちゃんはっかゆい。見ないでね、コウタン。鬼は庶民だと思います。見たらあかんって、お兄ちゃん。4人やからすぐ終わんねんな、これ。うるなよ。パパとママに早く会いたいな。はい、痛いよ。悲しいでしょ。どこぞ。4人ってことはいつ終わんの？一旦目で終わる？一旦目で終わる。僕は人狼じゃないよ。言っちゃった。ね、コウさん、何幼稚園、何流行ってる今？日当たりごっこ。朝が来ました。朝来ましたわ。昨晩の犠牲者はこの方です。誰？犠牲者は、これだ。お姉ちゃんが死んだ。お母さん、マジだ。オッケー、会いたかった。今朝は強く疑われている人物はいませんでした。ポイントが加算されます。人道を見つけるために話し合いを行ってください。僕市民、僕ナイト。いや、お母さん、ジルロー。終わり。解決決定。お父さん、裏回し。違う、ダイヤルになった。はい、ジルロー。イエーイ。アリちゃんが人狼の可能性も大変です。僕ナイトです。鈴くん守りましたよ。ありがとう。イエーイ。うわ、怖いな。けど疑って俺ナイト、マジの、マジの馬に乗ってた。あれ、どうなった。多数決でお母さんでいい。まだ俺一回も喋ってないねんけど。誰。せーの、お母さんどんまい。ゲームやべえか俺。フォロー入れるな。お姉ちゃんスキンケアする。じゃあ処刑するのはあんちゃん、お母さんしかおらないと思うんで。なんでスズがなんで僕は市民だと思いますって言うんですか。なんでスズ、ほらなんかさ、スズがさ始まった人狼によってさえってな、人を疑うの癖出ると思うって。って何って何でな、さえと思うで。だから何。お兄ちゃん笑顔でおるけど、だから何。まあ僕が、お兄が人狼ちゃん。はい。お母さん。いえ、お前ら。いえ、あわせ。今日も一人、容疑者を処分する時間が訪れる。怖い。怪しいと思うプレイヤーの名前を告げて質問してください。質問の回答を聞いた上で、誰に投票するか決定します。お母さん。ひどない。投票された投票の際、発言があるとして投票に自分の投票もいい。俺もう死んでるから。最初に人狼を殺そうとしてるのにした。人狼代わり。お母さんの投票。投票の結果、本日処刑されるプレイヤーはこの方です。本日処刑される。ああ、お母さん。
コラで。お、君ら晩ご飯出した。僕はあるね。ほんまの人狼おったわ、ここに。人狼でやられたからしゃあない。ほんまの人狼おったわ。もう一日人狼として生きてやる。次に何がある？何もない。なんかあるっしょ。